はい、皆さんこんにちは、鈴木です。今回の映像は爆発的な価値を生むための思考訓練ということですね。そのための一つの姿勢というか、頭の使い方、鍛錬の仕方ということ、それ自体をお伝えしようと思います。まあ、いわゆる頭がいいっていうその定義って何っていう話は、僕は教え子たちにももう散々言及してるんですが、それぞれ特性があります。で、その特性をこの時代に生かせるかどうかっていうのは、当然鍛える方向っていうものを見誤らないということも重要になります。もともと持ってる資質もさることながらですね。で、僕はこういうことをかなり意識して指導してきました。その5科目がとか、もう何回でも申し上げますね。数学が得意だとか、英語が得意だとか、極端な発想思考、あるいは分かりやすいスコアに反映させるところばかりに、その自分の思考訓練のリソースを割いていると自滅します。自分がどう今どういう時代に生きていて、どういう思考訓練をするのかという視点が極めて重要です。もっと言うと、それをやっている自分というもの、立ち位置を明確にして、でさらにその結果がどうだったのか、あるいはその自分がやっていることが妥当かどうかっていうのを常にですね、検証できるっていう状況を確保していくことが大事ですね。で、まあそれはさておいて、僕はこの価値を生み出すっていう意味では、過去にですね、個人チャンネルだったと思うんですけど、そう、拡散思考っていう話をですね、あ、でも塩氏のだったとき、まあよろしければ確認してくださいね。もうすでに挙げています。全然関係ないものを結びつける仕方があったと、それがその拡散思考、ディフュージョンシンキングなんだということを申し上げました。で、この力を鍛えるには、もうなるべく幅広いいろんなことに興味を持って、かつ、まあそれは深さは相応にあった方がいいんですが、継続的に見ていくと、で、かつそれをやめない、まあ継続的にということなんですが、少しずつ積み上げていって、全体として連続性を保っておくことが大事なんだと、関心をということを確かお伝えした記憶なんですよね。で、それももちろん、そのケミストリーを生み出す化学反応を起こすように、全然関係ないことをしていては自分の中でつながれば、素晴らしい価値を生み出せるんだということをお伝えしましたね。で、今回のその価値を生み出すというところでは、その別の切り口としてご紹介するんですが、結論から言うとですね、その安易に答えを出さないということです。何かその問題が起きたとき、あるいは生じたときに、あるいは降ってきたときに、まあ、人間にもいろいろなパターンがいますね。そのやっつけ仕事とか、高速に処理するのが早い人間、で腕力で片付けたり、そのいわゆる IQ 的なものもあるかもしれないですけども、とりあえずその場を収めるのが早い人間っているじゃないですか。ですが、結局似たようなことが、その問題を解決しても根本的な解決に至らなくて、また生じてしまって、その都度対応してしまうと。で、その結果どういうふうになるかっていうと、結局労働集約といって、もう人力に頼らざるを得なくなるっていう状況にですね、またちょっとお湯を沸かしたのでなってますけどね、あまり気にしないでくださいということがあるわけですよ。で、それに対して問題を根本的に解決しよう、まあ、それはもともと大きな問題として、自分の身に降りかかってくることもあれば、なんか断続的に似たような問題が起きるけれども、なんでこういうことが起きるかわからない、でもとりあえず表面的な問題だけ片付けようということから、この大きな問題を取り上げることができないということも、こっちの方が多いかもしれないですね。あれ、可視化されてない、インサイトっていうものも必要です。まあ、そういう状況があるわけですよね。その時に必要なのは、確かにこの巨大な問題が背景にあって、そこから副次的に生じた小さな問題っていうのをがあると、その時にこの小さな問題を解決だけ していれば、当面のところは要は済むかもしれませんが、こっち側を解決しない限りはどうにもならないっていうことがあるわけですよね。当然問題自体が巨大だったり複雑であった場合ですね、それこそこの前の ABC 予想もそうですよ。より汎用性の高い定理っていうものを証明できれば、それに付随して副次的な定理とか、あるいは問題っていうものも解決に援用できる、あれ解決できるということになったりする、ですが、やっぱり時間がかかるということで、実はその言い方を変えれば、処理が早いとか、強引に腕力だけで、まあ、思考面での腕力っていうことですけども、
片付けることができるっていうのは能力の方向性として全く万能でないばかりか、むしろ根本的な問題の解決に向いていないということから、思考の質は劣位にあるという言い方すらできるわけなんですね。で、ここでパッと思い浮かぶことは、まあ、学生の皆さんは特にそうだと思うんですけども、結局ですね、僕も散々そういうことに言及されてきましたから、点数を取れるやつの方が頭がいいっていう世界観で、まあ特に受験指導の類っていうのは動いてるわけですよね。だからこそ僕は受験指導大嫌いだっていうふうにも言えるわけなんですけども、その問題を解くっていうことと物事の本質なり深さを、その対象の問題の、急所を捉え切るっていう能力って全く別なんですよ。で、手元の計算が早いとか、解法を複数知っているとか、知識の格納量が多いことだけでなぎ倒していこうとすると、今言ったようなこの表面的な問題を解く力っていうのは上がっていきますし、またスコアにはとりあえずなるんですよ。なるんですが、自分のその独創する力とか、そもそも問題を与えられるんじゃなくて、問題を再設定再定義してそのより根源的な問題を解き切る力とか、あるいはその思考時間も限定されてるじゃないですか。その例えばね、身近なところでも東大の入試なんかは数学本番2時間半ですけど、理系は。で、それに対して数学オリンピックの問題は、まあ、本選はまあ8時間ぐらいだったっけな、予選が5時間だったっけな、そんぐらいっていう長い時間を与えられる。要するに問題の品質とか難しい難易度に対して時間の量っていうのはより長く、問題が複雑であれば長くなる、解くまでの時間がっていうことは、まあ直感的に分かるところだと思うんですが、そのもともと何に対しても深く捉えようとする傾向が強い子っていうのは、与えられた時間が腕力で解くのが得意な子たちと比べても、やっぱり時間が制限を超えてしまうとか間に合わないとか、そういうことは多いんですよね。で、まあ、容易に想像されるのは、その結果になかなか評価をいい評価を受けないということになってしまいがちなわけです。で、ここで2人の歴史的な、偉人といいますか、じゃあそういう資質を持った 人で、どのぐらい成功したかっていう事例を挙げさせていただきますと、まあ、1人目はつい最近亡くなったですね、西澤純一先生ですね。東北大の工学部の研究者、東北大は半導体の研究で定評があるんですが、そのど真ん中にいる方ですね、まあ、半導体というか電子工学ですね。で、西澤純一先生は、発光ダイオード LED と光ファイバー、この2つそのものですよ。もう例えば今インターネット回線を使われているのも光ファイバーがあるからです。で、 LED っていうのはこれがなかったらですね、世の中今でもその全ての照明っていうのはいわゆる裸電球とか普通の熱がすごい出て非常に電気を食う昔ながらの電球しかなかったと、トランジスタを使ったやつですね。いや、それをその中身を LED が使われてるわけですが、その LED そのものを開発したっていうですね、この2つどっちか1つでもとんでもない偉業ですけど、2つ開発しているっていう、そういう先生が西澤純一先生なんですよね。ちなみに IEEE というですね、電子工学系の学会では日本のエジソンって言われているぐらいです。エジソンと並び称されるもうすごい人物なんですが、日本では意外と知られてないと。逆に言うと日本で研究者とか、あるいはエンジニアの専門家っていうのがいかに評価されてないかっていうのが分かる事例でもありますね。まあそれはさておき、その西澤純一先生はお兄様にですね、非常にまあ優等生タイプで点を取るのはうまいタイプのお兄様がいたんだそうです。で、西澤先生はやっぱり、逆に点を取るのは苦手だったらしいんですが、まあ、そういうわけで発明の父のレベルで、文字通りですよ、深く考えたり物事の本質を捉え切る、あるいはそのための試行錯誤をずっと長期にわたってできると、そういう方でいらっしゃったわけなんですよね。で、もう一人はもうこれはその敗戦間際、第二次世界大戦ですね、
で総理大臣も務めて、確か総理大臣務めていた記憶ですね。海軍のサンバガラスの一人である米内光政という方はですね、米内光政は海軍学校時代ですね、当時 の、 その陸軍も海軍にしろ、いわゆる成績がいい人には勲章が与えられたりとか、特に陸軍なんかね、確か刀なんかが、もちろんそれ名誉の刀ということですよ、送られたりとか、そういう風習があったわけなんですけれども、まあ、点数で評価されることが多かったと。でその中にあって、米内光政はですね、まあ、点数は悪かったわけなんですけども、席次もですね、もう昔からどうしたらアメリカに勝てるとか、こういうその、布陣をすればこういう 地形ではどこの国にどういう配置をされても勝てるだろうとか、そういうことをもう研究し尽くしてた人物として知られています。で数字だけ見てみたならばですね、その米内光政はそういうわけでパッとしなかったものですが、むしろ下から数えた方が早かったらしいですね。ですが同期の人間 に言わせると、誰が同期の中で一番頭がいいと思うというと、みんな米内光政は名前を挙げたんだそうです。で、まあ、その後のご活躍は、まあ、総理大臣も務めたというところから、まあ、周知の事実というところであるかもしれませんね。ただし米内光政に関しては、総理大臣時代 の、 その意思決定に関してはちょっと疑問が残るという業績もあったりするんですが、まあ、そこまで上り詰めたという方でもあります。で、まあ、別に そんな偉人になりたいっていうわけじゃないから、別にそんなんいいよっていう人はですね、まあ、いわゆる優等生タイプでっていう風になりがちなんですが、ただここで注意していただきたいのはですね、僕は冒頭で申し上げました、言ったと思いますけど、すいません、取り直してるのにちょっと忘れちゃってるんですが、今の時代に合った価値の生み出し方っていうのがあるんですよ。でこれは男子校がもう流行らない、あるいはその今後廃れていくだろうっていう映像を一回挙げましたが、男子、例えばですね、このスコアありきの評価システムっていうものを作り上げた根本にあるのは、そもそも大量生産大量消費の高度経済成長期にですね、その人間の人材の顔が見えなくても、とにかく少しでも処理能力が早かったり、記憶能力が高い人間を量産しようという前提のもとで成立したのが筆記試験のようなやり方であり、で、まあ、国家資格をとりあえず取るために頭を最適化するということで、医者も似たようなもんです。でそこから出たのが今のような試験の形態であり、でそれに備えるのが一番フィットしてたのが男子校っていう制度なんですよ。あれ男女別学っていうやつなんですね、順次点。じゃあ今の時代どうかっていうと、顔が見えないとか言語道断なわけですよ。例えばこの映像を見てらっしゃる方は、まあ大なり小なりですね、まあ教え子なんかはそうかなとも思いますけども、僕が喋っている内容に対して、あれ僕の視点に対しからこういう話をしているっていうことに対して、それなりに指示をしてくださっている方がですね、見ていただいていると思うんですけども、これがまあ誰でも、じゃあ別の人が喋ったらですね、違うような、まあ、同じようなテーマでも似たような話にはなりませんし、あるいは切り口とか話の展開の仕方にならないと思うんですよ。でそれはどういうことかっていうと、顔が見えるその人しかできないことで、まあ、YouTube 一つ撮ってみても、この人だから見たいっていうのがあったりするじゃないですか。あれ芸能人もそうですよね、まあ、江頭2時50分さんとか、あんな人世界に一人しかいないわけですけども、江頭2時50分さんに対して敬意を表してチャンネルを見たいっていう人が、あれだけたくさんいらっしゃるから1週間で100万人とか行ったわけですよね、始めてから。そういう時代の中にあって、顔が見えないとか、誰よりも人よりもほんのちょっとだけ処理能力が高いから俺の方は全然頭がいいんだとか、そんなマウント取ってる時代じゃないじゃないですか。あくまで自分にしかできない、その生み出せない価値、自分だからこそこっちの方向で高品質の価値を生み出せる、これが大事なわけです。で今言ったような話を踏まえるとですね、いかにその点数を取るために、あるいは処理能力や記憶能力を引き上げることを最優先で頭をいわゆる良くするっていうことが危険かっていうのは分かると思いますね。大事なのは自分にしか出せない高品質な思考価値、それを
前提として、あるいは基礎として、実際に自分の、まあ、身入りというか収入を増やしたりとか、事業、まあ、事業主の方は事業を成長させていくっていうことが大事なわけですよね。まあ、普通に考えてですね、顔が見えない人材として使われるよりは、やっぱり自分だからこそ一緒に仕事をしたいとか、こういう仕事に招かれたいっていうふうに思うのが、まあ、普通の人間じゃないかなというふうに思いますが、その意味でも時代には合ってるのかなというように思います。まあ、そういうわけでして、実はその問題を解くのがすごく早いとか、あるいは記憶力はむちゃくちゃ高いけれども、自分がないとか、なんか話してみても全然面白くないなっていうタイプによりになることが危険だっていうのは今の話で分かったと思います。逆に、じっくり考える、一見なんかその点数にならなそうだけれども、当面のところはすごく面白いそうだなと思うことを自分が納得するまでとことん追求するっていうことが、その裏にある、あるいはそこからちょっと離れてるけどはるかに大きい問題を解くということにつながる可能性が大いにあると。でそれを踏み外すこともあるかもしれないけれども、そこでの試行錯誤、これは失敗ということを語った時にも他の映像でねありましたけどね、それをまた経験として別の大きな問題、あれこっちにその本質的な問題なり、その解決に向かう方法があるんじゃないかっていうものをですね、より鋭く嗅覚を高めて取り組むことができるようになったりするものです。ですので決してですね、点数が出ないな、点数取るの苦手なんだよなっていう子はですね、その能力を、ね、一生懸命勉強してるんだけどな、自分なりにはと、自分が好きな問題、分野の問題に取り組んでるんだけども、なかなか保護、その親とか先生とか評価してくれないなと思ったとしてもですね、それはそれで、かなり大事な、むしろこっちの方が大事ぐらいの能力ですから、大事になさってください。まあ、僕としてはそれこそが大きな才能の源泉になる可能性があるということをお伝えしておきたいと思いました。今回の映像は価値を生み出すための思考力ということで、まあ、拡散思考に続いて、じっくり問題を捉え切る、考えて捉え切る力と、あるいは場合によっては寝かせると、時間をかけてでも問題を捉え切ってで、課題解決に向かうということがとても大事なんですよということをお伝えしました。